お父ちゃん、お父ちゃん、なんかイカバいっぱい食べたか。ほう、そうね、わかった。今度ちょっと夜釣りでイカ釣りに行くけんが、ちょっと頑張ってみるわ。イエーイ、絶対よ。了解、頑張ります。じゃんにゃん、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。チェレレレー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 。へい、今日は上五島にやってまいりました。イカちゃんをやっていこうと思います。さあ、イカちゃん釣れちゃってくんなまし。炭跡がね、昔のやつがちょこっとあるぐらい新鮮な炭跡ありやせん。今日は炭跡を残せたらハッピーですね。今の時刻が7時10分前、ね、6時50分だよね。もうちょっとしたら月が出るわけですよ。今日は月夜なんですよ。晴れてるし、なので夜中の欄干をかましたいと思います。おお、釣れた。よしよし。あ、いいね、そこ。よし。Thank you. この欄干ツアー最終地点に参りました。ここで朝まずめを迎えることになります。ただいまの時刻6時41分さあどうなるかな。ただいま。おかえり。イカ釣れた？釣れたは釣れたけど、これだ。じゃん。空っぽ。これです。いっぱいしか釣れませんでした。あんなゴーゴーしよったけどさ、まもるさんすいません。不定こと言って申し訳ないです。何しよった？いっぱい釣ってくって言ったよ。ごめん。片付けは何かで払ってよ。わかりました。それじゃあ、何かで払います。マジでいっぱいしか釣れんやった。もう散々頑張ったけどさ、もう時期的なもんなのかもしれん。場所によったらね、なんかね、多分場所によっては釣れるかもしれんけど、今回行った場所では私は成果を出すことができませんでした。これもいっぱい、どんくらいあるんだこれ。
もう墨袋取ったけんね、現地で400-500ってところか、500ぐらいか。美味しくいただきましょうね、守る。